共に道路に転用された呼子小学校近くのトンネルと高架呼子線は佐賀県唐津市の日本国有鉄道地区飛線虹の松原駅から国鉄唐津線唐津駅西唐津駅間を経て同市呼子町を結ぶ計画だった国鉄の鉄道路線。1968年に着工し、ほぼ全線にわたりトンネル、高架橋等の工事は完了していたが、 唐津市街地での用地取得に時間がかかっているうちに国鉄の経営が悪化、国鉄再建法の施行の影響により工事が中断された。このうち高い需要の見込まれる虹の松原駅西唐津駅間については国鉄地区支線の変更路線に組み込まれて工事が継続され、1983年3月22日に開業している。しかし、残りの区間は 第三セクター設立による工事再開を検討するも、再三ラインにわずかに届かず、地元は懸命に紅葉を訴えたものの開業に至らなかった。呼子駅前には、当時の呼子町が駅前団地の整備を行うなど、大きな期待を寄せていたが、鉄道がこの地に来ることはなかった。だが、比較的最近においても復活を希望する声も、存在はしていた。その後、 未開業区間の用地は唐津市に引き渡され構造物については解体工事が行われている。旧呼子町内では路盤の一部が農道にトンネルの一部がハムやソーセージの貯蔵庫に活用されている。2020年8月には旧呼子線のトンネルとして建設されたトンネルを拡幅して国道204号逃亡パイパスの逃亡トンネルを建設する工事が着工した。 予ぶ駅から先、東松浦半島を一周して、筑比線、松浦線の伊万里駅までを結ぶ計画があったが、こちらは認可に至っておらず、着工されていない。ありがとうございます。